はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。売りなら丸なら様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。南足柄市畠山隆弘支部長の政治活動デビューのお手伝いを今日してまいりました。まあ見ての通りの爽やかイケメンであります。代表好きのタックン号で行ったんですが、帰りがですね、工事渋滞と事故渋滞に巻き込まれ5時間かかってしまいました。いや私も、腰痛くなっちゃったけど、運転してた、ずっと運転してたタックンも非常にお疲れ様でありました。なんか私の日頃の行いが悪いもんで、元から東名って渋滞するんですよね。日曜日の何夕方はなんかみんな遊びに出てって帰ってくるでしょう。その数が多すぎるつうことで、おまけに事故とおまけに工事もやっていて、もう散々でしたね。水戸支部長石井健一郎のチラシが完成いたしました。見ての通り、まあおっさんですけれども、関東近郊でない地区、東北での、違うか、茨城は関東か、まあ、首都圏でない、ところの、初めての挑戦となります。皆様お見知りおきください。石井健一郎水戸支部長、よろしくお願いいたします。12月10日19時総理記者会見、昨日ですね、5年後不足する防衛費1兆円ぐらいについて国民の皆様にご負担をお願いせざるを得ない。国債でというのは未来の世代に対する責任として、取り得ない、まあ防衛債でいいだろっていう意見を全否定、増税へ強い意欲を、示しました。国民の皆さんに一定のご負担をお願いせざるを得ない。日本人だけがよという話なんですけど、これ住んでる外国人からも所得税なり消費税なり、取ってね、こういう時ばっかり国民ってね、で、こういう時こそ住民の皆様にとか市民の皆様にが正しいんじゃねえのかな、取る時は、って思うんですけどもね。ネットなんです。頭悪すぎー。むしろ減税すべきフェーズだろう。防衛するため、内側からぶっ壊れる。そら少子化も進むわな。本当だよね。若者が夢も希望もなくなっちゃって、こんな重税国家ね、結婚しようとか、子供産もうとか思わなくなっちゃうね。本当に。丁寧に説明したら何やってもいいと思ってそう。少子化スルーして何言ってんだこのバカ。少子化になる政策しかしない。旅行支援とか一部の人にしか恩恵ないばらまきやめろ。増税で金作るのはどんなアホでもできる。防衛費を口実にしてるだけ。いつも検討するくせにこういうのだけ早い。景気良くして税収を上げる気がないのがすごい。必要なのは核武装。いつもは慎重に検討してばかりなのに、増税に対する決断だけは異常に早い。物価高で増税という発想が出てくることがありえない。まあ物価高で、困ってんだなんて言うと、世界の国々は減税合戦するんですよね。日本ってどういうわけか、財務省が異様に強くて何十年もね、決して増税、減税はしない。減税するなら死んだ方がマシぐらい財務省が抵抗しますんでね。過去最高の税収なのに足りないということは変な税金の使い方をしているという証拠。増税しないで防衛費を捻出する方法を模索すべきと。さらにバカ岸田、防衛予算増税の三位一体、なんか意味不明なこと言い出したな。狂ってんのかな、狂っちゃったのかな。ネットなんです。岸田の三位一体は軍拡と増税と生活水準低下、三本の矢のパクリかな。もともとキリスト教用語、やっぱ統一教会関係なのか。実際のところはアメリカに軍備増強しろって言われたからだろう。財務省の親戚のために働くモードになった。物価高に直接税増やす握手、支持率低下の時に三位一体という宗教用語を使うところに岸田の政治センスのなさが出ている。本当に政治センスないですよね。
なんで今なのみたいな、なんで今これ言い出すの、本当に政治センスがない、全くない、余計なことだけ決断早くて草と、防衛予算増税の三位一体って一体何のことなの、誰か理解できます、よっぽど財務省に洗脳され尽くして思考低下してなければ吐けないね、おかしな言葉だよな、何言ってる、最近は言葉の路列も合ってないし体調不良で退場しそうなんですけどね、これは私がそうなってほしいって、思ってるっていうことですね、高市早苗経済安保大臣、財政府与党連絡会議に私も西村経産大臣も呼ばれなかった、私たちの担当分野も入ってるのにその席で増税ぶち上げ、反論の場もないのかと驚きました、投資と賃上げに水を差す発言をなんでこのタイミングで、総理の真意が理解できないと、なんか文句言いそうな人あらかじめ、外しといたようですね、会員ね、誰の差し金か知りませんけど、だがしかし安倍派を中心に怒号が飛び交いましたけどね、この会合でネットの話、完全に閣内不一致やな、ますますうさんくさくなっていく、閣内不一致、まあ高市さんも大臣だし西村さんも大臣で、まあ大臣っていうのは総理大臣を支える立場なんだけど、それをね外して言うことなんでね、閣外不一致、内閣が一体化していない、総理のコントロールに効かなくなってる、やっちまったな、国民は見てるぞ、野党がダメすぎて自民以外の選択肢がないからこのざま、閣内で批判が出始めた時点で終わりの始まり、右からも左からも嫌われて内閣支持率また下がるな、そうだよね、増税なってたら右も嫌だけど左も嫌だもんね、呼ばれなかったもう一方の西村経産大臣、バブル期に匹敵する企業の投資賃上げ意欲の高まりに水を割くべきではなく、私自身増税には慎重な立場です、政府内でも主張しています、増税に消極的っていうのを明言しておりました、慎重な立場と言わず大反対、断固反対と言ってくれ、一応内閣の一員として大臣だから控えめに言ったんだろうけど、まあ反対してんだわな、さらに杉田水脈総務政務官、金がないなら経済成長で税収を上げるべき、こちらは真っ向から増税はおかしいと、反論しておりました、自民党内からもわーわーギャーギャー、閣内からも自分が任命した大臣からも反論が出てる増税ですけども、自民党安倍派も反発、安倍総理は国際での対応を生前主張されていた、これは国防国際防衛国債、でいいんじゃねえのという話ですかね。この事実は財務省も知ってたはず、安倍総理は国防債とかを主張してんのかな、国防債売り出せば飛ぶように売れてですね、私も買うもんね、増税の理由ってするチャンスが消えてしまうっていうことも予想してたはずなんだよな、何でもいいから何かにかこつけて増税してえのに、防衛費増やすっていう、増税の理由が消えちゃうな、防衛債が売れまくったらな、なんていうことでしょう、山上を操った黒幕は財務省に思えてきましたね、なんか安倍総理邪魔だな、国防債、防衛債、戦時国債なんか言ってるし、思えてきた、夕刊フジネットアンケート、防衛増税反対 93%、 圧倒的ですね、右も左も増税は嫌だもんね。このままでは防衛っていうのが国民の嫌悪対象になってしまいますよ。そんなことしたら人民軍大喜びですよ。中国人民軍と北朝鮮人民軍ね。国交省がゴリ押ししてハングルと簡体字をの表記をあちこちあちこちに、やらしてですね、利便を図ってる二つの人民軍。の思うつぼになっちゃうな、ネットの話、圧倒的で草、まあ 93% ですからね、ODA 海外支援をゼロにすれば1兆円ぐらいすぐ、増税を強行するなら解散して民意を問え、全くだ、その通りだ、解散して国民の信を問え、で岸田小選挙区で落選しろ、防衛費を増やす議論と財源のは別問題、防衛増税は安倍元総理の意思を保護にする行為、
増税するたびデフレになって経済低迷したのを忘れるな。防衛力は経済力との両軸で動いて初めて強化される。まあ、経済力がダメになっちゃったら、防衛力もダメになっちゃう、両輪ですよね。増税反対の内訳なんですけれども、絶対反対っていうのが 29%、約3割。まずは税収を増やす工夫や防衛債を検討すべきが 64.4%、合計で 93.4% っていうことになりますね。なるほど、皆さんまともで助かったな。実質税負担率が 48%、 48.1% っていうことを知ってる私は、どっちかっていうと、絶対反対、問答無用で反対、増税なんかとんでもねえという方ですけれども、まあこれを減らしてね、まだ足りなければお願いを始めるっていう話でしょ。順番逆でしょ。こういうの減らしてから、もうちょっと足りないんで増税させてください。言わないとダメでしょ。まずはね、法的根拠皆無の外国人生活保護。法的根拠皆無で日本人学生差別になってる留学生超優遇をやめる。何に役に立ってるか全然わかんないコラボみたいな怪しげな団体の食い物になってる男女共同参画予算10兆円、これらを全部なくす。これ全部 なくせば減税しながら防衛費倍増も楽勝ですよ。金足りないから会費上げますって、それってどんな場でもできることですよね。総税収を増やしたいんだったら、むしろ消費税減税すべきだし、消費増税のたびに景気悪化で総税収は減少してました、してしました。過去ね、4回の消費増税あったのかな。3、5、8、10。4回の消費増税のたびに、総税収は減少しました。ならば逆にですね、消費減税のたびに、景気が刺激され、総税収は増加。っていうのも、しんなりじゃね。私の言うことが嘘だって言うんだったら、試しにやってみればいいんですよね。消費税を、8% に減税しますっつって、総税収がどうなのか見てみればいいんじゃねえの。すぐね、財務省は、消費税は福祉に使うんで、用途をもう限定してるんで、って反対しにくい論理展開してますけれども、ちょっと待ってくれ。金に名前書いてあんのかってね。これは消費税、札にね、書消すとか、書いてあんのという話でね、金に名前書いてねえよ。この目的指定税っていうのは全くの欺瞞、全くのデタラメであります。反対しにくい空気に持っていくための、どうせ福祉に、ぶっ込む方が消費税収よりもすんげえ多いんで、こう言っとけば間違いねえわな。消費税の総額が福祉を上回ったら、やばいけど、これ言えなくなるけど、言う理屈でしょうね。まあ必死に増税を目指す財務省官僚の、子や孫も重税に苦しむことになるのに、本当にバカな連中で、私心底を軽蔑します。さらに和田政宗さんに、2027年防衛費の GDP2% 目標は5年後の GDP ではなくて現在の 2% ということが判明と、ブログに暴露しておりました。ということはね、財務省も岸田も5年間チートも経済成長させない方針みたいだな。財務省一遍解体した方がいいわな。岸田総理筆頭に鈴木財務大臣など財務省にね、たやすく洗脳されて代弁者ってなってる馬鹿議員も落選させた方がいいな。元総理が落選っていう生き恥はですね、海江田万里菅直人の前例あります。こんな生き恥ね、私なら政界引退しますけど、まあ恥知らずですから幸せそうだな。おめえおめえまだ議員やってますよ、両方とも、海江田も菅直人も。今なんでこのタイミングで固い決意を示すかな、岸田総理な、増税のな、バカなのかな、本当にバカなんだな、政治センスゼロだな。もう政治家やめた方がいいよ、向いてねえから。もう何言ってるか分かってないじゃん、自分で。何言うの、防衛予算増税は
三位一体とかわけわかんないこと言っちゃって、普通の、会社員とかだったら気がおかしくなったのかな、狂ったのかな、ちょっと心療内科行ったらって勧められるレベルだと思うんですけどね。バカでもできる会費の値上げとかやってる場合じゃねえわ。それでなくても 48.1% の超重税に苦しんでるのに、小山もね、この重税をに苦しませる企画、財務省は減税の、減税っていう言葉まず覚えたら、増税ばっかしてねえでさ、右肩上がりの、増税ですよ。ずっと何十年も、30年間ね、増税し続けて、ほら見ろ、経済全然成長しねえ。これ財務省のせいですかね、はっきり言って。増税で経済を冷やすことを続けた結果が、これだから、30年間 GDP 横ばいと。それでね、税金の率ばっかり上がって、政府に入る金ばっか、上がって、実質税負担率は右肩上がり、五公五民ですからね、 48%、 もういい加減にしろってね、減税しろって、もう総税収増えっからさ、 GDP2 倍になったら税収だって2倍になんでしょ、防衛費2倍なんか楽勝だろうが、それで、ほんとバカなんだな財務省ってな、あったも悪すぎるよな、まあ呆れ果てて絶望しちゃいますよね。というわけでメール党員さん大募集であります。南足柄支部長畠山隆弘、水戸支部長、石井健一郎、ともども お見知りおきください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。